いらっしゃい今日も買いに来てくれたのねそれで何を買ってくれるのこのリストのものが欲しいのねう,ーんうんんってずいぶんと多いじゃないいつもの倍くらいの量じゃないのそう1週間後にそんな大きな山がね さすがのあなたも今回ばかりは無事じゃ済まないかもねあこの仕事が終わったら引退するあらあらじゃあお得意様が一人減っちゃうわね何心配してくれないのかってするわけないじゃない あなたと私は買う側と提供する側。私にとってはあなたはただのお客様。それ以上もそれ以下もないわ。あ、リストにあったものは全部揃ってるから。いつもの場所に送っておくわ。それと、玉は少しおまけしてあげる。<laughs> 3日後には届くはずだから。 料金はいつもの口座にあら、今日は用意してるのねもう行くの少し休んで行きなさいよ仕事までまだまだ日にちがあるんだし今日ぐらい飲んで行きなさいようちは表向きはバーよたまにはこっち側の売り上げに貢献しなさい <laughs> ちょうどいいワインが入ったのよ珍しいお酒も仕入れたから今日は飲み明かしなさい <laughs> あらあらもう起きた意外に早かったわねうんあそうねだいたい1時間くらい経ってるわ。 どこまで覚えてるうん武器を買いに来て注文をしてお酒を飲んでああ急に眠くなったところまでは覚えてるのねあ無理に起きない方がいいわよ手足をベッドに固定してるしもうん首輪もうちょっと強めにつけてるから落ち着いて呼吸しないと苦しいかも。 ちなみにそれ私特製の爆弾付きよさほど威力はないけど頸動脈を損傷させるくらいはできるからえ俺のターゲットに依頼されたのかって <laughs> 私は武器商人よそっちの仕事は受けないわじゃあなんでって決まってるじゃないの あなたを、かせなないたためよ。あなたが仕事に行けば成功しようがしまいがもう店には来なくなるそんなの許さないあなたはもう引退よ今この場でね仕事の方は私に任せて 職業柄あなたよりいい人材はたくさん知ってるのクライアントにも話は通しておくわ、うん、さっさと外せって外すわけないじゃないあなたはこれからここで過ごすのよ何その何言ってるかわからないって顔はあなたは私とここで過ごすの 死ぬまでずーっと。なんでこんなことするか私はね、あなたが欲しいのよ。あなたの体、心、毛の一本まで。私のものにしたい。私だけの所有物にしたい。だから、 あなたを生かせはしない。絶対に。あら、お客が来ちゃったわね。それじゃ私は店番に戻るわ。ちょっと待っててね。私が戻るまで逃げちゃダメよ。あなたは私の所有物なんだから。